まあ、得意で好きな勉強もあったかもしれないですけども、まあ、ちょっとそうじゃなくて苦手な勉強もあったかもしれないですね。で、そんな時、まあ、とっても優しくて丁寧に教えてくれる先生がいたら、まあ、苦手だった勉強がはかどるということもあったかと思います。で、今日はですね、ちょっとここで変わったことを考えてみましょう。 この先生が仮にロボットだったらどんなことが起きるでしょうか。でもですよ、ロボットだったら皆さんのその都合のいい時に好きなだけ勉強に付き合ってくれます。で、実はですね、こうした先生のようなロボットの研究開発が 今世界中で盛んに行われているんです。で、こちらでお見せした写真は今から10年以上前の京都の ATR という研究機関で開発されたロボットなんですけども、まあ、英語を話すロボットなんですね。で、でも実際に小学校にテスト導入されました。で、こちらの写真は今度はアメリカのカリフォルニアの保育園に やはり導入されたロボットです。で、まあ、胸にディスプレイがついているのがご覧いただけると思いますけども、まあ、普段保育士さんが、まあ、絵本の読み聞かせとかをするように、このロボットは本とかを読み聞かせてくれます。で、あと簡単な英単語とかをこの子供たちに教えてあげるという機能もありました。で、まあ、こうしたですね、いわば先生のようなロボットの研究がその後も世界各国でたくさん行われています。 で、まあ、こうしたロボットはですね、その言ってみれば私たち親や先生の代わりに子供をケアする存在ですので、ここではケアギバーロボットと呼ぶことにしましょう。で、ところがこれらの研究からですね、ロボットというものはまず子供たちにとっても人気があって、で、教育的にも非常に有効であるということが報告されているんです。 で、しかしながらですね、その一方で、まあ、そもそも教育などというとても大事な活動を機械やロボットなんかにさせてしまって良いのだろうかという倫理的な議論もあります。で、確かに、まあ、私たちのとても大事な子供ですよ。まあ、この機械とかにですね、この完全に委ねてしまうなということがあったら、ちょっと親としては抵抗を感じてしまう場面が出てくるかもしれません。 で、まあ、私たちも研究者としてですね、この点について長年考えてきました。まあ、その一方でロボットはとっても子供たちに人気があります。こうしたメリットを生かしつつ、今話しているようなメリットをなんとか抑えるようなソリューションはないのか。で、今日はですね、これらの問題点に対して、もしかしたらとてもいいソリューションを提出するかもしれないアイデアについてお話ししたいと思います。 発想の転換をしてみましょう。今度は真逆にシナリオで子供たちにロボットを教えてもらうという場面を考えましょう。ここでのロボットはケアを今度受ける側ですので、ケアレシーバーロボットということにしましょう。で、まあ、この意図的にですね、 この能力を落としたロボットをご用意していて、子供たちにちょっとこの挨拶を教えてあげてちょうだいとかっていうわけですね。で、そうすると子供たちは、その挨拶を教えながら、自ら学んでいく。教育学とかラーニングバイテーション、教えることによる学習というものをここで起こせないものでしょうか。で、実は、まあ、こうしたアイデアに思い至るに、 だった根拠がですね、いくつか私たちにあります。で、そのうちの一つが今こちらで示しました。事実。子供たちはとても世話好きであるということですね。で、ちょっとここで一例をお見せしましょう。こちらはですね、今から10年以上も前に私たちがカリフォルニアの保育園で行った実験なんですけども、この
ロボットがちょっと見えますけれども、このロボットをダンスするんですね。ダンスします。で、子供たちにどんなダンスが受けるかなっていうのも結構試してたんですけども、で、その時の演奏なんですが、えっとですね、この日アクシデントが起きてしまいました。予期せぬアクシデントが起きたんです。で、それはバッテリーが切れてしまったんですね、ロボットの。電池が切れてしまいました。で、ところがですね、このロボットはすごくよくできていて、電池が切れると自動的にこの安全に床にこの寝てですね、電源切るという機能がついてたんですね。で、その時にこちらに座ってます1歳8ヶ月の男の子が、まあ、どういうふうに振る舞うのかに注目してみましょう。新刊ですね。で、この子のお父さんお母さんも当然インタビューしたんですけども、驚いてですね、私たちこれまで彼の1年8ヶ月の人生の中で一度もこんなこと教えたことはないし、初めてである本当に。で、ところが自発的にやったわけですね。まあ多分このロボットは寝るのねって多分思ったんでしょうね。で、どこからからかこの毛布を持ってきて、多分自分が普段されてるからでしょうか、こうかけてあげたという番です。で、これはつまり子供がロボットをケアした、お世話したというものの一例なんですが、この他にもたくさんのこうしたケア行動が起きるということが観察されました。で、例えばこのロボットというものは人型二足歩行ロボットですので、簡単にこう倒れるわけですね。で、そうすると子供がこの引っ張ってあげるとかですね、まあ、あとはちょっとロボット手がちっちゃいので、こう物とか取ろうとしてもこのこう届かなかったりするんですけど、そしたら子供がさっとこう手回りして持たせてあげるんですね。で、これらの行動はすべて子供たちがロボットをお世話しているケア行動です。で、さらに重要なのはですね、このこういう行動に子供たちは本当に飽きないということです。もう大抵のロボットのですよ、プログラムでも人工知能でも何でもいいですが、ものの数日間で子供たちに飽きられてしまいます。まあ、ところがこうしたケア行動は3ヶ月経っても変わらない頻度で起き続けるということが分かったんです。まあ、ですので本当にこのケア行動というものは重要な性質なわけですね。で、そうしたですね、そのケアを受けるようなロボット、ケアを受けるようなロボットということを作れば、子どもたちの気を本当長く引きつける、飽きさせないロボットにできるかもしれません。で、あるとですね、まあ、このしたちょっとアイデアの断片をその現場の保育園でお母さんにちょっとしたところですね、あるお母さんとても面白い話を教えてくださったんですね。で、あ、先生ちょっと私このアイデアはベリーナイスだと思うわと、なんかとても効きそうな気がする。で、うちの子はもう本当にお行儀が悪くて、普段私の親の言うことも何にも聞かないんですけれども、こうしたロボットがいるとうちの子ちょっとより良くなるかもしれませんとお母さんおっしゃるんですね。で、まあ、それでどういうことかというと、まあ、ここに仮にその子供がいるとします。わんぱく盛りですので、まあ親の言うこと聞かないかもしれませんね。しかしながらですね、ここでポイントは、その子よりもさらにお行儀の悪いロボットがここにいるんですね。でもこのロボットはなんかもう部屋の中とかを散らかしながらうわーとかって動いたりして、もう駆けずり回ったりするわけです。で、そうするとですね、もうこの子がもうたまらずに、ほら何に散らかしちゃダメでしょにんまんまとかって言ってですね、なんだかですね、突如として昨日までのその自分をこのなんかこう棚に上げてですね、しっかり物になるかもしれませんとお母さんはお話しするわけですね。で、まあ、確かになんかそういう話って起きそうな気がするなと思いますよね。で、あと実はもう一つとても大事なポイントがあります。その先ほどケアギバーロボットのところで倫理的な問題があるという話をしました。
で、ところが、このフレ、こちらのキャリシーバーロボットはですね、そうした倫理的な問題が少ないということが言われています。なぜかというと、こちらのロボット、先ほどのですね、キャリバーロボットは人間の先生や教師をロボットで代替するというところが問題だったんですが、こちらは何も全然代替しません。人間の教師は全あの私の親は普段と変わらず存在し、あくまで道具としているわけですね。でしかもこういうあの世話行動というものはですね、この概念的には別に今に始まったことじゃなくて、オママ行動とかも私たち人間も何百年前からやっていることなんです。まあ、ですので、倫理的にも広い社会から受け入れられやすいのではないかということが言われています。で、私たちがこのケアレシーバーロボットの概念を2009年に発表したんですけれども、その後、さまざまな領域での応用が実際に報告されています。いくつかご紹介しましょう。で、最初の例は、英会話教育で適用した例です。で、まあ、ちょっと動きますが、この左側のロボットですね、こっち側にまず注目しましょう。で、これはですね、実際に日本のある子ども向け英会話教室で撮影された例なんですけれども、まあ、まずあのロボットはですね、こう英語何も話せないし、うまく言えないわけなんですね。で、すると、ここでは普段通りに人間の先生の英語会話のレッスンが行われているわけなんですが、子供たちがですね、その日習ったことを子供にどんどんロボットに教えるわけです。で、例えば今、この写真では、黄色いトランペットを持ってますけど、トランペットを吹くって、プレイトランペットですね。プレイトランペット。で、プレイトランペットとかって言って、人間の先生は授業してたんですね。で、子供たちがロボットとか聞くわけですね。これなんだとかって言って、プレイトランペットとして、なんでしょうとか聞くわけです。ところがですね、ここで違うのは、このロボットは、まあ、ある意味、確信犯的にですね、こう間違えるわけですね。もうトランペットとかも見てもですね、フライとか言ってですね、ひょうひょうとなんか、こう間違えるわけです。で、そうするとですね、もうこの子たちが見てみるかって、いや、まあ、違うでしょ、これプレイトランペットだから、ちゃんとこれって見て、プレイって言いなさいって、こう手取り足取りこう教えるわけですね。で、そうすると、このロボットがだんだん、プレイとかってなんかこう言うようになってきて、すると、もう子供たちに教えがいがあるから、まあ、どんどん教えるわけですね。その結果、この子は授業が終わると、プレイトランペットを覚えてしまうということが、まあ、実際にテストとかで確認されています。で、まあ、こうした話というものは、最近実は皆様よくご存知のソフトバンクのペッパーの教育アプリケーションにも採用されています。さて、次にお見せします例は、今度はヨーロッパの研究グループによってごく最近報告された例です。今度はですね、ちょっと障害を抱えている子どもたちのセラピーにやはりこうしたロボットを適用したという例です。で、ここでは運動機能障害、文字がなかなかうまく書けない子どもたちですね。で、普段、まあ、当然セラピストさんとかが、人間のセラピストさんとかがこう教えるんですけども、やっぱりですね、どうしても子供たちは、その自分の能力に多少引け目感じるというところもあって、人間から教えてもらうと少しやっぱプレッシャーを感じてしまったりするわけですね。で、ところが、これロボットはですね、ものです。で、全然プレッシャー感じないわけですね。で、このロボットは、その全然もう何も書けないように最初になってるわけですよ。その子よりもさらに本当に書けない。で、そうすると、その子に教えてもらうんですね、ロボット。で、まあ、最初限られた能力であるかもしれないですけど、ロボットをちょっと教えると、そのロボットが、まあ、だんだん書けるようになってきて、でそうするとさっきと同じ話が起きて、もう子供の子楽しがどんどん教えるわけですね。しかもプレッシャー感じない相手も僕ですから。で、そうすると、もうどんどんこういうロボットも上がるはずです。で、その過程が非常にその子の良いセラピーになっていて、で、実際、その子の文字を書く能力が、まあ、向上しているということが報告されました。まあ、こうした話というものは、まあ、何も子どもたちに限った話ではなくて、おそらく今後そのお年寄りの話し相手であるとか、さまざまな場面のセラピーというところにも有効であるということが今期待されています。さて、昨今ですね、情報技術というと、まりに強い情報技術、強い人工知能、強いロボットが脚光を浴びています。人間のように話せる、人間のように早く計算できる、人間よりも早く計算できる、で、人間よりも力持ち、こうした強い人工知能、強いロボットが非常に、まあ、今脚光を浴びてますね。
で、ところが本日お見せした情報技術の例というものはある意味その逆です。必ずしも高機能な強い人工情報技術ではないんですけども、結果としてその情報技術のユーザーである私たち人間の能力を引き上げることに成功した技術です。で、情報技術の目的が私たち人間社会を幸せにするということであるならば、まあ、前者のような技術はもちろんのこと、後者のような技術も一つのソリューションとしてあり得るということを示唆しています。さて、今日のお話の中から私が皆さんにお伝えしたかったことは、まあ、実は私たち人間の助けるという行為についてです。まあ、まずどうも私たちは本当に助けたがる存在で、相手がまあ弟や妹など人間、ペットなどはもちろんのこと、機械に対してもつい助けてしまうというお話をしました。もしかするとこれは私たち人間の非常に根本的な性質なのかもしれません。で、さらに私たち人間社会というのは助けられ、助けることによってお互い助け合いによって成長を発展してきたのかもしれません。で、ここでその他人から助けられる場合、それが自分にとってメリットになるのはまあ分かりやすい話ですけれども、その他人を助けることによっても自分にとってメリットになるということを今日お話しました。今日はその学習という例でお話しました。まあですので、本当にこうした人間社会というものはお互いの助け合いで相互発展し成長してきたのかもしれません。で、まあ私たちですね、どうしても普段はまあなんか忙しいということを言い訳にして、つい助けるということに対して、まあ、億劫に面倒くさいと思いがちなんですけれども、まあ、この点に気がつけばですね、他人を助けるということに対してもっとより私たちは積極的になれるかもしれません。そしてこうしたことに多くの方々が気づいて実際に助けるという行動を移せば、まあ、私たちの人間社会というものは今までよりもさらに成長発展していけるのかもしれません。ありがとうございました。